はい、それではそろそろ時間ということで、まあ、先ほど紹介いただきましたけども、佐藤健太といいます。理研の BDR にいます。で、今日のテーマとしては、ジュリアのパッケージ開発2022年版というタイトルでお話をするんですけども、まあ、過去、今、ジュリアというのは結構新しい言語で、どんどんベストプラクティスみたいなのが変遷してきたんですけど、まあ、今年の時点でどういう方法でパッケージングを作るのがいいかっていうのを、まあ、簡単に説明しようかなというふうに思ってます。まあ、オーバービュー的なもので、あまり細かいところにどんどん話していくと、例えばこの設定をどうするとか、この設定はこっちにした方がいいとか、どうとかっていう話はあんまりせずに、まあ、1から10まで薄くやっていくっていうか、広く浅くやって話をしていこうかなというふうに思っています。で、スライドを後で公開しますので、まあ、もちろんこの発表も録画されていると思うんですけど、まあ、後で見ていただければいいかなというふうに思います。で、今日想定される環境としては、ジュリア1.6以降の比較的新しい環境を今日のお話では想定しています。っていうのは、このジュリア1.6っていうのは2021年3月ぐらいかな、去年に、リリースされて、で、ジュリア1.6っていうのはロングタームサポート LTS というものになっていて、向こう数年はメンテナンスされるということが約束されています。比較的長い間メンテナンスされるということですね。で、以前の LTS、ロングタームサポートであるジュリア1.0、前回のジュリア1.0だったんですが、そのジュリア1.0から1.5まではもうすでに退役してサポートがされていないので、で、これからジュリアを使うとか、今使ってジュリアを使っているという方は、まあ、ジュリア1.0から1.5はやめて、まあ、ジュリア1.6以降で、今最新でやればジュリア1.7なので、1.7を使うというふうなことを推奨します。で、64bit のインテル AMD CPU の話しかしません。32bit の CPU はもう手に入れづらいですし、まあ、Apple の ARM CPU、Apple M1 とかのもちょっと手元にないので、その辺でどうなってるのかっていう最新の事情みたいなのはちょっとお話しできないっていう感じになります。ただし、この想定してない環境においても、基本的な話は全く同じなので、まあ、あまり気にしなくていいかなというふうに思っています。もし何か聞き取れないとか、スライドが進んでないとかってあったら、すぐ教えてください。で、まずはパッケージっていうものは、ジュリアのパッケージっていうのはどういうものかっていうものを簡単に説明します。パッケージっていうのは、非常に大まかに言えば、パッケージ構造を取ったもの。ちょっとトートロジーっぽいんですけど、まあそういうことになります。ジュリアのパッケージには、その特徴的な構造があります。これに関してはすぐ後で述べます。で、ジュリアのパッケージマネージャーに pkg.jl。これも後で述べますが、この pkg.jl というパッケージマネージャーは、特定の構造を取ったものっていうものを想定しておきます。なんかコンフィギュレーションファイルがあって、このパッケージはこういう構造を取りますよとか、そういうことをするんじゃなくて、もう、あらかじめジュリアのパッケージは形がカチッとある程度決まっていて、で、そこにファイルを配置していくっていうような作り方をするにします。で、パッケージのディレクトリは、主としてこう Git レポジトリとして管理するのが普通です。皆さん、もうジュリアのユーザーというのはみんな基本的に Git を使っていて、まあ、Git というのはもしかしたらご存知ない方、ちょっと調べていただきたいんですけども、ソフトウェアのバージョンとかを管理するやつですね。で、Git を使っていて、で、そのホスティングにはその GitHub というサービスを使っています。まあ、GitLab などでも使えるんですけども、GitHub が圧倒的に多いと思います。Jira のパッケージに言及するときは、このスライドでは、この設備字 .jl というものをつけてパッケージ名に言及します。例えば pkg.jl というのも .jl がついているので、これはパッケージの一つです。パッケージマネージャーもパッケージっていうことですね。で、これが典型的な、Jira のパッケージの構造です。で、まあ、このツリーで示されている通りなんですけども、まあ、上から順にこうドキュメントっていうもの、docs というディレクトリがあって、そこにドキュメントのファイルが入っていると。で、ライセンスファイルがある、プロジェクトファイルがある、リドミファイルがある、ソースコードがある、テストがあるみたいな感じになっていて、まあ、ドキュメントとソースコードのテストはそれぞれ docs、src、テストというディレクトリの中にファイルが収められることになっています。ここに書いてある通りですね。で、これらのディレクトリ以外にももちろん他のディレクトリがあることもあるんですが、基本はこの3つです。で、それ以外にもいくつかファイルがあって、先ほどもちょっと名前言いましたけども、まあ、ライセンスファイルというファイル、あとはプロジェクトファイルという、これに関しては後で非常に重要なので、後でまた詳しく説明します。あとは、リードミーファイルというファイルがあります。これが大体の外形ですね。で、まあ、これ、私の作ったパッケージのコードから取ってきたんですけども、最近ちょっとこう更新したので、ちょっとファイルが、このスライド作った時と違うんですけども、まあ、
構造は全く一緒です。で、まずはこの先ほど言ったプロジェクト .toml って書いてあるプロジェクトファイルに関して説明します。で、プロジェクト .toml という名前のファイルは、これはこう、えっと、あ、これはプロ、これは、このプロジェクトファイルと私がこう呼んでいるのは、プロジェクト .toml という名前が付けられたファイルのことで、で、パッケージに関するメタ情報を管理するのが主なこのファイルの目的です。プロジェクト以外、パッケージ以外でも使うことはあるんですけども、まあ、メインはこういうような、パッケージのメタ情報を管理するということがよく、場面でよく使われます。例えばパッケージ名であったり、パッケージのバージョンであったり、UUID であったり、依存パッケージなどの情報が記述されています。ちなみに UUID というのはパッケージの真の識別子のことで、そのパッケージ名は UUID という変な ID の別名になっているだけなんですけども、まあ、それはちょっとあんまり大事じゃないので、まあ、ここだと簡単に飛ばします。で、このプロジェクト .toml というのは、まあ、この設備字から、拡張子から分かるように toml という形式で書かれていて、この toml というのはまあ人間が読み書きしやすいような JSON みたいなフォーマットです。で、プロジェクト toml は先ほどちょっと言ったように、パッケージ以外の Julia プロジェクトでも使えます。例えば、Julia を使ったこうデータ解析などのアプリケーションを作るとか、まあ、そういう、なんですかね、パッケージ以外のところで、このソフトウェア、アプリケーション、ジュリアのアプリケーションにはこういうパッケージが必要ですよとか、そういったものを、記述したいとき、設定したいときに、このプロジェクトファイル、プロジェクト .toml という名前のファイルを使います。で、プロジェクト .toml には対になるマニフェストファイルというものがあって、まあ、これは口述しますけども、これを使って、そのマニフェストファイルを使って、ジュリアの環境、例えばパッケージをどれをインストールするとか、どのバージョンをインストールするとか、具体的な情報というものを記録して、マニフェストファイルに記録しておいて、それを固定するっていうことができます。ファイルに固定するとですね。まあ、これらに関しては、もっと以降で段階的に説明します。で、パッケージ公開、ジュリアのパッケージ公開までの道のりを非常に大まかに述べると、まあ、ここで今日紹介するのは、まあ、パッケージのひな型っていうものを作成して、で、パッケージ開発用の環境を有効化して、で、パッケージの内容を、まあ、もちろんパッケージの中身のソースコードとかを書いたり、ドキュメントを書いたりして、まあ、ソースコード、テスト、ドキュメントを書いて、で、自動化ツール、CI とボットを使って、ボットを設定して、こう自動化するようにして、で、最終的に GitHub で公開し、ボットを使ってパッケージを登録するというような流れになっています。まずは、一番最初のパッケージのひな型を作成するというところからお話を始めます。で、パッケージのひな型を作成するには、いや、この pkgtemplates.jl というパッケージを作ります。まあ、先ほど言ったようにパッケージの構造はある程度、まあ、ある程度というかかなりカチッとした構造をとっていて、決まった構造をとっていて、で、その構造っていうものは先ほど言ったように、まあ、docs があって、ソースがあって、テストがあって、みたいな感じで、非常に簡単なんですけども、いろいろな周辺ツールをいろいろあれこれ使おうとすると、まあ自分で例えば mkdir とかディレクテル作って一個一個ファイルを配置していくみたいなことを手でやろうとすると結構意外と複雑で面倒です。例えばドキュメントをの構造をどうするとか、まあ、CI の細かい設定とかっていうものが面倒なので、ここでは pkgtemplates.jl を使ってパッケージのひな型を手早く作成するという方法を紹介します。例えばその pkgtemplates が2個まではこういうふうにこう、なんかテンプレイのこういうふうなパッケージを作りたいですよっていうのを簡単にこう Julia のコードで記述して、で、それをこう Julia から呼び出すとパッケージのひな型が作られます。まあ、実際に多分やってみるのがいいかなと思うので、ちょっとやってみようかなというふうに今、ターミナルって見えてますか？あ、見えてます。はい。で、今、ターミナルを使って、実際にやってみようかなというふうに思います。で、ジュリアを起動して、using pkg templates。で、で、今、先ほどのスライドを使って、これを、先ほど実行したのでコピーしておいたんですけど、これを、実行しますと。すると、今、こういうパッケージを、こういうひな型でパッケージを作りますよというこう情報がここにバーッと出てるんですけど、まあ、これはまあ一旦置いといて、まあ、そんなに詳しく見る必要はなくて、
まあ、テンプレートができたので、テンプレートを呼び出すということをします。例えば、マイパッケージというふうに名前を渡す。パッケージ名を適当に今、マイパッケージという名前にしたんですが、これをテンプレートに渡してあげると、何か Julia のコードが走り出して、今、パッケージのひな型を生成しているという段階になっています。で、新しいプロジェクトとして、ここになんか、マイパッケージというのが出来上がって、そこになんか、いくつか必要な情報を記録しているみたいなことを今やっていて、で、今出来上がりました。これで今、パッケージは完成して、一旦 Ojulia を抜けて、ワークスペース、マイパッケージというところに移動して見てみると、もうここパッケージが今できているんですね。クリーコマンドで構造を見てみると、こんな風にライセンスファイルがあって、プロジェクトファイルがあって、リドミーがあって、みたいな感じで先ほど言ったファイルがもうすでにできていて、で、ドックス、ソース、テストの3つのディレクトリもできていると。で、その中にファイルももう収められているという感じで、これで一丁前の、パッケージになります。例えば、Julia を起動して、my package だっけ。マイパッケージっていうふうにやると、今もパッケージが読み込まれて、一応、これで完成。まあ、中身何もないんで、今何もできないんですけど、これで完成ということになります。これがここで話していることですね。で、PKG テンプレートを使って、まあ、パッケージのひな型を作成するんですけども、まあ、パッケージの管理をどうするのかっていうのは、先ほどちょっと述べましたけども、pkg.jl という、Julia 標準のパッケージマネージャーを使います。パッケージ管理はデファクトスタンダードでみんなこれを使っています。まあ、Python とかだとなんかパッケージマネージャーとかパッケージ管理ツールみたいなのがすごくたくさんあって、どれ選べばいいかわかんないみたいなことは結構話を聞くんですけど、Julia ではこう pkg.jl しかなくて、もう事実上これしかなくて、みんなこれを使っています。まあ大まかに言えば Python のピープみたいなものです。多分もうちょっと高機能かな。ちょっとわかんないですけど、まあ、かなり機能は、かなりの高機能でみんなこれを使って。で、Julia ではこう pkg.jl を使ってパッケージの追加、削除、更新なんかはこれを使って行います。pkg.jl はどうやって動いてるかっていうと、まあ、こう pkg.julialang.org というところからパッケージの管理情報とかソースコードを取得するようになっていて、で、人間がパッケージを探すときは、ここのサイトにアクセスして、まあ、Julia のパッケージを探しましょうという感じになります。で、PKGJL はレプルから使うことができて、レプルでこの右カッコですね。右カッコのキーを押すと、パッケージ管理モードっていうものに切り替わりますと。切り替わってコマンドが出るようになると。で、PKG.JL 自体もパッケージなので、pkg.jl を Julia のコードとして使うこともできます。まあ、ちょっとレプルの管理モードだけ後でちょこちょこ出てくるので少し動きを見てみます。で、今、これちょうどレプルが立ち上がっているので、ここで、逆だ。こう、閉じ括弧ですね。この閉じ括弧を押すと、こうレプルがこう切り替わったのが、レプルのプロンプトの表示が切り替わったのがわかるかなというふうに思います。ここで、例えば、ステータスっていうコマンドを実行すると、今、マイパッケージという、先ほど作ったばっかりの空のパッケージが、こう今、この環境にインストールされていて、で、その情報はここに記録されてますよ、みたいな、プロジェクトファイルに記録されてますよ、っていうことが表示されます。これが、Julia の、そのパッケージ管理モードです。で、パッケージには、Julia の pkg.jl を使うと、プロジェクト固有のパッケージ環境というものを構築できます。例えば、プロジェクトごとに、あるいはパッケージごとに、このパッケージ開発用の環境というものを作ると、他のプロジェクトとか、他のパッケージとかで、こう、パッケージの操作をしたときに、例えば、パッケージをインストールするとか、アンインストールするとか、そういうことをしたときに、他のパッケージ環境に干渉しません。破壊しないし、破壊されないということになります。個別にそういうふうにプロジェクトごとにパッケージ環境を作っている、やる、作って、まあ、開発するというのは Julia のスタイルです。で、Julia では2つのファイルがこの環境に関する情報を保持しています。1つはそのプロジェクト .toml という、もうここまで何回か出てきますけど、
そのプロジェクトファイルというものがあって、これはプロジェクトのメタ情報を管理しています。で、先ほどもちょっと言及したマニフェストファイルというものがあって、マニフェストトムというのは、具体的な依存パッケージ、非常に細かくですね、どのパッケージをこのプロジェクトでは使えますよみたいなことの情報が書かれているということです。プロジェクト .toml の方は人間がこう手で編集することがあるんですけども、マニフェスト .toml はこうジュリアがこう自動で依存解決とかをして、で、このマニフェストファイルにその情報を記録しておくので、人間がこういじることはまずありません。で、アクティベートコマンドでパッケージ環境を有効化するということができて、どういうことかっていうと、今、もうすでにアクティベートされている状態なので、ちょっとあれなんですけど、どうしようかな。例えば、今、using my package ってやっても、エラーが出て、さっき作った my package を読めないんですね。これなぜかっていうと、今別の環境にいて、パッケージ環境が異なっていて、このデフォルトの環境、アットバージョン1.7という、まあ、今、ジュリア1.7使ってるので1.7って出てるんですけど、その1.7というデフォルトの環境にいるので、今、マイパッケージが読めないんですね。なので、アクティベートコマンドを使って、ワークスペース、なんだっけ、ワークスペース、マイパッケージというところに、さっき置いたプロジェクトファイルをこう読み込んで、この環境を有効化しましょうとすると、ここのレプルのここが、環境の名前が変わって、今、マイパッケージという環境になりましたと。で、今、環境が変わったので、今度は、using my package というふうに、ステータスを見ておくと。ステータスを見ておくと、今、マイパッケージが読める状態になっているので、マイパッケージとすると、今度はエラーにならずに、パッケージを読み込めたということになります。こんな感じでパッケージの切り替え、パッケージの環境というものをアクティベートコマンドというのを使って切り替えることができます。まあ、これ今、デモンストレーションした通りですね。パッケージ環境を切り替えられますと。で、アナロジーとしてはこう CD コマンドでディレクトリを移動するみたいな感じで、プロジェクトごとにこうあるプロジェクトの開発をしたいときはこうアクティベートコマンドで、その環境を有効化するっていうのは、これはまあディレクトリに移動する、プロジェクトのディレクトリに移動するみたいなのと、ほとんど同じような、概念的には同じような感じです。で、pkg.jl を使った、レプルでのパッケージ管理としては、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、ステータスっていうコマンドがあって、状態を表示するみたいなことができます。まあ、これはちょっとさっきと環境と違いますけども、いくつかパッケージが入っていると。で、アクティベートコマンドを使って、今のプロジェクトの環境を有効化して、で、例えば、そのプロジェクトで、なんか distances とかっていうパッケージが必要だったら、add コマンドでパッケージ環境に、その必要なパッケージをインストールしますと。で、またステータスで見ると、そのディスタンスが追加されてるみたいな感じですね。で、今、こう、一番最初のステータスと一番最後のステータスでは、こう、別の環境を見ているので、まあ、異なるパッケージのセットっていうものがインストールされているっていうことに、注意してください。まあ、これもちょっとやってみますか。今、my packages が有効化されているので、add this、なんだっけ。アドディスタンスイズとかっていう、ディスタンスイズ .jl というパッケージがあるんですけど、まあ、距離を計算するパッケージですね。それを今、アドすると、ごめんなさい。アドすると、そのいろいろな必要なパッケージが全部インストールされて、今、ステータスを実行すれば、まあ、マイパッケージに加えて、ディスタンスイズっていうものが追加されるようになりました。これで、この今、マイパッケージで、このディスタンスイズが使えるようになっています。で、パッケージ環境の切り替えの Tips として、アクティベートコマンドっていうのは、先ほど言ったように簡単にレプルから実行できるんですけど、まあ、何度も何度もやってると非常に面倒くさいです。で、スクリプトファイルなどを実行するときは、そもそもレプルを起動できないので、このアクティベートコマンドは実行できませんと。で、その解決方法として一つは、この -プロジェクトオプションを使うという方法です。で、この Jira のコマンドは、このプロジェクトっていうオプションを指定することで環境の位置を指定できます。例えば、さっきの例だと、ジュリアプロジェクト、イコール、ワークスペース、マイパッケージってやると、で、パッケージ管理モードを見ると、もう、この時点で今、マイパッケージがアクティベートしてないのに、
最初から有効化されています。こんな感じで起動時のオプションとして、プロジェクトを渡せば、環境の切り替えができます。ちなみに特殊なものとして、アットドットというものを指定すると、現在のカレントディレクトリから親の方に向かってプロジェクトファイルを探すという指示をすることができて、パッケージ管理をするときなんかは、大体その管理したいパッケージのディレクトリにいるので、こいつを指定しておいてあげれば、パッケージは環境が有効化されるというわけです。で、もう一つの解決方法として、ジュリアプロジェクトっていう環境変数を使う方法もあります。で、ジュリアコマンドは起動時に、このジュリアプロジェクトっていう環境変数を呼んで、環境のプロジェクトファイルのある位置を決めます。なので、シェルの設定などで、エクスポートジュリアプロジェクトっていうふうに書いておくと便利で、実際私はこれを使っていて、ジュリアプロジェクトっていうふうに見てみると、アットドットっていうふうに設定されているのが見えるかと思うんですが、このを指定しておいて、ディレクトリを移動すれば、勝手にそのパッケージの開発環境が有効化されるというふうになっています。で、これが、パッケージに関する基本的な概念の話で、続いてソースコードの話をちょっとします。ソースコードファイルは、Julia のパッケージ開発においては、SRC ディレクトリに設置します。SRC にはパッケージ名と同名のファイルを置きます。例えば、foo っていうパッケージを開発、foo.jl というパッケージを開発するんだったら、src/foo.jl というファイルがあることになります。そのファイルの中には、パッケージ名と同名のモジュールを定義します。例えば、src/foo.jl なら、foo というモジュールをこのように設定、定義します。これが、ソースコードファイルの基本的な配置です。で、開発をどんどん進めていくと、src 風ファイルがどんどん長くなっていくあんですけども、はい。大丈夫ですか？なんか今、ちょっと声が聞こえましたけど。続けますね。src.jl ファイルが開発していくと長くなるときは、そのインクルード関数というものでファイルを分割します。で、例えばこういうふうなファイルがあって、今2個しか関数がないんで別に長くはないんですが、例えばこれを分割したくなったときは、こういうように、インクルード関数を呼び出して、別のファイルをインクルードします。で、インクルードってされるファイルの方はこんな風に分割されるところですね。src 風があって、src ホゲと src 風ががあって、それぞれこの2つのファイルが最終的にこのモジュールを定義している src 風.jl の中でインクルードされるという構造になります。このような形で、ソースコードファイルを分割するっていうのは非常に一般的に行われています。で、パッケージを、使う側から見ると、例えば、API 何らかの関数、ホゲという関数をユーザーに使わせたいという時になったときは、このエクスポートっていうもので、エクスポートでキーワードがあって、これに、関数名であったりとか、型名だったりとか、あるいは Julia であるマクロ名みたいなものを定義し、ここに指定してあげます。そうすると、これは、ユージングモジュール名をやったときに読み込まれることになって、例えば、今ここでは、モジュール風の中で、ホゲとフガっていう二つの関数を定義しているんですが、エクスポートされているのはホゲだけで、仕様側から見ると、ホゲっていうものは呼び出せるんですけども、フガの方はエクスポートされてないので読み出せないということになります。ただし、そのパッケージ名、とかモジュール名、正確にはモジュールですが、モジュール名を頭につけてやると、両方とも使えるようになっているので、エクスポートされてない関数が全く使えないというわけではないということに注意してください。で、依存パッケージ、パッケージを開発しててソースコードをいろいろいじっていくと、何らかのツールが必要、他のパッケージのツールが必要になるということがあると思うんですけども、それを依存パッケージとして追加することができます。で、それには、実際やった方が早いかなと思うんですけど、ここにちょっと説明はしたんですが、ワークスペース、マイパッケージに行って、で、なんだ、なんか更新されてる。さっきアドしちゃったのか。さっきアドしちゃった、さっきデモンストレーションした通りなんですけど、もう一回一応やっておくと、パッケージを環境を有効化して、アドディスタンスイズっていうのをやると、今もうすでに入ってるので何も起きないんですが、そのダウンロードが始まってパッケージがインストールされるんですね。この環境にインストールされます。で、それが、
プロジェクト .toml というのに記録されていて、この DEPS っていうのがこの Dependency の略で依存パッケージのことを指すんですが、今さっき Add Distances というのをやったので、Distances を使いますよということがここに記録されます。なので、この My パッケージを使うときに、この Distances というパッケージを使うことができるようになります。ですね。ビームファイスとか。例えば、My パッケージズ開いて、まあ、これひな型なので何もないんですけど、using distances とかして、ちょっと待ってくださいね。日本語はキーボードなんで、普段使ってるのと違うのちょっと操作がうまくいかないんですけど、using my package とかに呼び出すと、my package にパッケージの中に、もうディスタンスがあって、まあディスタンスという関数が呼べるようになっています。こんな形で、さっきほど使ったアドコマンドを使って、欲しいパッケージをこうプロジェクトに記録しておいて、で、そのパッケージの依存パッケージとすることができるということになります。で、これはソースコードに関してはそうなんですけども、テストやドキュメントでもそれぞれテストで使いたいパッケージとか、まあ、ドキュメントの生成に使われているパッケージとかがあるんですが、それはそれぞれ、こう、テストプロジェクトとか、ドックスプロジェクトみたいな感じで、それぞれのディレクトリのプロジェクトファイルに置くことになっています。なので、パッケージの実行自体に必要がないテストファイルとか、テストパッケージとか、ドキュメントパッケージとかは、別々のところに入れてください。で、ソースコードの話はこんなもんにして、テストの方の話をしていきます。テストっていうのは、パッケージを動かすにはテストがほとんど必須であって、まあ、テストのパッケージが期待通りに動作するかをチェックするものです。で、パッケージを登録するときはテストがパスする必要が、まあ、あって、おそらく誰か見ている。で、テストにはそれぞれ様々なレベルがあって、ここでは単体テストっていうものを使う意味してるんですが、まあ、ジュリアの更新がパッケージを破壊しないかどうかをテストでチェックされていて、例えば、ジュリアの開発者というのは、ジュリア自体がパッケージのエコシステムを破壊化しないかっていう PKG エバルという仕組みでずっと監視していて、まあ、テストをちゃんと書いておげれば、勝手にジュリアに自分のパッケージが壊されたみたいなことがなくなるかな、少なくなるかなというふうに思います。で、テストファイルは、ソースコードはソースなんですけど、テストファイルはテストディレクトリに設置します。で、テストランテスト .jl というファイルがその中にあって、そこはテストのエントリーポイントになっています。で、テスト自体を記述するには、そのテスト .jl というパッケージがあって、これは Jira の標準パッケージなんですけども、なのでインストールする必要はないんですけど、テスト用のパッケージがあって、これを使います。公式のマニュアルはここにあるので、あと詳しくはこちらを見ていただきたいんですけども、基本的な機能としては3つのマクロがあって、アットテストというマクロと、テストスローズという、アットテストスローズというマクロと、アットテストセットという3つのマクロがあります。で、1個目のやつは、このアットテストというマクロにテストしたい式を与えると、それが true になるか、その式を強化すると true になるかっていうのをチェックします。で、テストスローズというのは、例えば、こう、不正な値を与えたときに、その関数がちゃんと例外を投げるかみたいなものをチェックしたいときに使うんですけども、まあ、式を評価すると、その目的の例外を投げるかっていうものをチェックします。で、テストセットっていうのは、これらのテスト項目、テストとかテストセットっていう2つの項目をグループ化するのに使います。で、テストの実行には、これまた PKG のテストコマンドっていうものを使います。まあ、実際、簡単なテストを書いてみると、ちょっとこんな感じになって、今、例えば foo というパッケージをテストしたいとしますと。で、テストっていうパッケージも読み込んでおいて、テスト項目として、このテストというところに、テストというマクロを使って、いくつかのテスト項目をこう書いてあげると。で、例外のテストもチェックすると。例えば、この1個前のこれだったら、ホゲという関数に2という値を与えると、4という値を返しますよっていうのをチェックするのに対して、こっちのテストスローは、例えば負の値を与えると、まあ、エラーね、ドメインエラーという例外に投げますよっていうことをチェックするみたいなことが、ここで記述されていることです。まあ、詳しくはドキュメントの方を見てください。で、それらのテスト項目を、このテストセットというマクロを使って、こう、まとめているということですね。そうすると、表示が見やすくなるということで、みんなこれを使っています。まあ、こんな感じでテストというのは記述します。で、テストの実行自体には PKG のテストコマンドを実行できます。
ランテストのスクリプトを実行するよりもいろいろ楽です。テストの実行手順としては、いつものように、ディレクトリでパッケージの開発環境を有効化して、レプルの管理モードに移行して、テストコマンドを実行しますという感じですね。例えば、今、テスト何もないはずなので、今、テストのランテストというのの中身を見てるんですけども、テスト今何もないので、大したことは起きないんですけど、まあ、実行のやり方だけ見ていくと、今、パッケージ管理モードに、閉じる括弧のキーを押して、移行して、で、テストというコマンドをここで実行してあげると、今、なんかいろいろごちゃごちゃ中で依存解決とかして、で、まあ、今テストはないので何も出ませんけど、ノーテストって出てますけど、一応テストがこれで実行されたということになります。テストコマンドを打つだけですね。これでテストが実行されるので、非常に便利ですと。これはテストの実行の仕方でした。今度はドキュメントの話をします。で、ある程度のドキュメントがなければパッケージとしては認められないと思っていて、で、ドキュメントの書き方としては、ドックストリングというソースコード中に記述するドキュメントっていうものがあるのと、それ以外のドキュメントがあります。で、ソースコード中に、この3つのクォーテーションのマークで囲ったのが、そのドックテストっていうもので、まあ、Python にもあるので、似たものがあるので、Python に使っている方は、馴染みがあるかなというふうに思うんですけど、ジリアにも非常に似たものがあります。関数とかマクロとかデータ型とかモジュールとかいろんな名前が付くものに対して、ドキュメントを追加できます。これは実はレプルで読むことができますと。で、そのドックストリング以外にもドキュメントがあって、ソースコードの外にドキュメントを記述するときなんかに使われますと。で、パッケージの概要とかチュートリアルとかパッケージ全体にわたる説明。ドックストリングは個々のコンポーネントに対して一個一個ドキュメントをつけるんですけども、それ以外のドキュメントはなんかパッケージ全体の概要とか、チュートリアルをしたりとか、そういったようなオーバービューみたいなものを、示すときに、このドキュメントは使います。で、このドキュメントはコンパイルして HTML とか PDF にすることができます。ドックストリングの具体例としては、例えばMAX 関数みたいに実際やってみると、ハテナキーを、レプルでハテナキーを押すと、このプロンプトがヘルプっていうのに変わって、例えばここで MAX の関数使い方を調べたかったら MAX っていう打って表示すると、エンターを押すと、MAX 関数の説明ですね、が表示されます。関数の呼び出し方っていうのがここに最初に出て、これはスクリーンショットですけど、その関数の呼び出し方があって、で、詳しい動作の説明が、大体英語で書いてあって、で、関数の動作例っていうのが表示されますと。で、これがどういうふうに、ソースコード上に記述されているかっていうと、後でこのリンク先見てもらえれば、実際に記述されている様子がわかるんですが、こういうふうに書かれています。先ほど言ったように、後で説明するか。マークダウン形式でこの中に書かれている。で、マークダウン形式っていうのは何かっていうと、文章に意味付けをするためのマークアップ言語で、HTML をすごくシンプルにしたものだと思えば OK です。様々な方言があるんですが、基本的には一緒で、ジュリアの方言に関しては、ここを見てもらえればいいかなというふうに思います。カマンマークという標準語を作る動きもあったりします。で、先ほどの、MAX の、マークダウンの、ドックストリングの説明に戻るんですが、このクォート、3つのクォート、トリプルクォートで、トリプルクォートではないか、3つのダブルクォートで、囲まれた部分がマークダウンで、ここは、その下ですね。その下の、この枠の外の部分は、ただのソースコードです。このマックスの実装ですね。で、そのドックストリングの最初の行には、コードの使い方を簡単に書いて、で、ここの部分はインデントしてあげます。で、字の文で、関数の使い方を説明して、マークダウンで説明してあげて、で、他の関数を参照してほしいときは、こういうふうにリンクを貼ることができます。これは後でコンパイルされて HTML だとリンクになります。で、ハッシュで始まる行はタイトルを表していて、example っていうタイトルになってるんですけども、ここですね。こうやって強調されている部分。ここがタイトルになっています。で、実際に具体例みたいなものをここに書くことができて、これはバッククォート3つで囲まれた部分です。じゃあ、レプルのその内容みたいなのをコピペして、こういうふうに使え、
指出すとこういう結果が入りますみたいなことがここに記述されています。これがこうソースコードに書かれているドックストリングの概要です。で、ドックストリング以外にもこうドキュメントを書く必要があるという話をさっき説明したんですが、それには、もちろんドックストリングだけではパッケージ全体の使用方法はわかんないので、まあ、その全体の説明法、全体の概要とか、チュートリアルというのを記述する必要があるんですが、こうドキュメーター .jl というのを使えば、そのマークダウン形式のドキュメント、まあ、そのドックストリング以外の場所に置いといた、こう、マークダウン形式のドキュメントっていうものをコンパイルして、HTML とか PDF をマニュアルの、HTML とか PDF のパッケージのマニュアルを作ることができます。で、その時にドックストリングもその中に含めることができて、まあ、みんなパッケージの使い方を見るときは、それを見に行くってことですね。で、実はこのジュリアの公式マニュアルもドキュメンター .jl というのを使って生成されています。で、GitHub にマニュアルをホストするというときもドキュメンターを使えば容易にできます。なので、まあ、この後ちょっとドキュメンターの使い方も簡単に説明しますが、パッケージのドキュメントを生成するときはドキュメンター .jl を使いましょうという話です。で、自動化ツールの話をしていきます。で、あ、そうだ。重要なことは忘れてたんですけども、ドキュメンター .jl の設定とかどうすればいいのかっていうのを疑問に思う方もいるかもしれないんですが、実はもうさっきパッケージのテンプレートの生成で、もうドックスディレクトリができていて、で、その中で、例えばドックス、メイクっていうのはドキュメントの、エントリーポイントなんですけども、実はもう設定がされていて、勝手にドキュメンター .jl を使って、このドキュメントをコンパイルするようになっています。なので、その pkg templates.jl を使って、そのパッケージのひな型を先ほど言ったように生成してやれば、もう、ドキュメンターをどうインストールするかとか、設定細かいのをどうするかとか、こういうのを書く必要は全くなくて、テンプレートを使って生成してしまえたものをそのまま使えばいいということになります。で、続いて自動化ツールの話を少しします。開発を楽にする自動化として、パッケージ開発を行う、パ、えー、なんだ、パッケージで行うべきルーチンというものは、パッケージ開発はいくつもあります。例えばテストのチェックであったりとか、ドキュメントのコンパイルであったりとか、リリースをする。これはリクエストを通じているんですけど、あとは、なんだ、タグをつけるとかっていうことをする必要があります。これらをすべて全部手動でやるというのは大変面倒なので、自動化ツールをインストールして、その開発を楽にしてしまうというのがこれからの話です。これらを広い意味で CI、Continuous Integration というふうに呼んでいます。で、GitHub Actions を使えばこれが非常に簡単にできます。GitHub 近世のワークフロー自動実行サービスで、まあ、テストの実行、ドキュメント生成、リリースというものを簡単に自動化できます。で、各種のイベント、GitHub 上に起きたイベントに反応して自動で実行されて、例えば GitHub 上でのリポジトリのメインブランチに何か変更を与えると、それはテストで実行されますと。変更を与えると、自動的に GitHub Actions がテストを実行します。で、プルリクエストが来たら、それを勝手にテストを実行しますとか。あるいは、リリース、タグ付けみたいなのをすると、ドキュメントが生成されるとか、そういったような、こう、イベントに応じて何らかのアクションをするというのは GitHub Actions を使うと、簡単に記述できます。設定ファイルとしては、レポジトリの .github ワークフローズの下に設定ファイルを設置するんですことになっています。このワークフローって言ってるのは、こう1ファイル、その一連の流れの手続きのことで、まあ、1ファイルに1ワークフローを設定するというふうになっています。まあ、公式マニュアルはこちらを見ていただければいいんですが、ちなみにこう先ほど言ったように、こう pkg テンプレートを使うと、実はもうワークフローがいくつも定義されていて、もう CI の設定までされてるんですね。CI に設定ファイルもこう、勝手にパッケージテンプレートが生成していて、そのテスト実行であるとか、ドキュメント生成、この部分はドキュメント生成なんですけども、ドキュメント生成とか、そういったものがもう勝手にできるようになっています。なので、基本的にはもう、あとはこれを GitHub にアップロードすれば、勝手にテストが実行されるし、勝手にドキュメントが生成されるということになっています。
一応こう GitHub ワークフローの話を簡単に説明する、図解するとこんな感じになっていて、ちょっと時間があんまりない、結構長くなっちゃうので、飛ばしますが、まあ、ワークフローというのがあって、その中にジョブズっていういくつかのジョブズがあって、その中にはステップというのがあって、こう実行される、うまいこと実行されるようになっています。で、例えば、PKG テンプレートを使って、そのあ、もうこれはさっき、ことで説明しちゃいましたけど、GitHub Actions のテストを自動生成できます。例えば、こう、先ほど見せたファイル、GitHub Workflow CI にテスト実行とドキュメント生成がもうあらかじめ定義されていて、このテンプレートを使ってやればもう OK ということですね。そうすると、例えば、これを GitHub に上げて、例えば、何らかのソースコードに変更を加えて Git プッシュをすると、これはもう GitHub 上で GitHub Actions が勝手にテストの実行とドキュメント生成をやってくれるってことになってるので、もう一回設定すればほとんど忘れちゃっていいみたいな感じですね。で、PKG テンプレート使っていればその設定すらする必要もほとんどないっていう形になってます。で、これは例えば My パッケージ、さっきちょっと前に作った My パッケージの GitHub 上のスクリーンショットなんですけど、この勝手に PKG テンプレートが生成したリードミーには、こうドキュメントとかテストカバレッジとか、そういったものを、テストとかカバレッジとかそういったものをこう表示するためのリンクが、こうクリックできるようにリンクになっていて、ここに飛ぶとドキュメントは読めるとか、テストは通ってるかどうかをこうチェックできるとかっていうふうになっています。で、ここに Actions というタブがあって、これをクリックすると GitHub Actions の動作が今どうなってるかっていうものを確認できて、で、これ今クリックした後なんですけど、例えば、ジョブズ、これ今1個のワークフローを示していて、3つのジュリアのバージョンでパッケージのテストが走って、で、ドキュメント生成もされているというふうになる結果がここに表示されています。これはもうパッケージテンプレートのテンプレートそのまま使っただけでこれが行われるようになっているので、あとはこれをちょっとずつソースコードを追加するとか、テストを書くとか、ドキュメントを書くとか、ちょっとずつ更新していけば、まあ、これを壊さないように動かし続けるということができます。実行されたジョブですね。で、これが CIAML という先ほど見せたファイルに定義されているもので、で、Git プッシュを行ったので、これが起動されてみますと。で、最後に、これもうテストの方法とドキュメントのコンパイルの方法はもう分かったので、あとは最後の、一番最後の段階のリリースの話に入るんですが、残ってるのはリリース作業とそれに伴うタグ付けですね。で、これも実はもうかなり自動化できて、いうことはこれから説明します。で、パッケージがいい感じに仕上がってきたら、そういよいよリリースするって段階になるんですけども、これリリースっていうのはどういうことかっていうと、ジュリアでは、ジュリアレジストリーズという団体というか、まあ、ジュリアのコミュニティがあって、そこにジェネラルというリポジトリがあるんですね。そのジェネラルというリポジトリに、そのあなたのパッケージの情報を登録するっていうことがリリースになります。そうすると世界中のみんながそのパッケージを使うことができるようになります。で、そのジェネラルで登録の要請をする必要があるんですが、その要請は GitHub 上のプルリクエストを通じて行います。なので、パッケージをこうアップロードするときは、なるべく GitHub を使った方がいいです。で、機能追加やバグ修正でバージョンが上がったときも、バージョンを上げたときも、新しいバージョンをリリースするとなったら、ここに登録し、プルリクエストを投げて、新しいパッケージのバージョンを登録します。で、レジストレーターというと、タグボットという2つのボットがあって、これは、このリリース作業を非常に簡潔にしてくれるボットです。で、レジストレーターは、このパッケージを、まあ、なんか更新したり、新しいパッケージ作ったとか、更新したとかっていうイベントものがあるから、このパッケージをこうジェネラルに登録してくれっていうふうに、レジストレーターに指示すると、もう自動で、プルリクエストを投げて、登録が勝手に行われます。作業はどんどん進みます。で、タグボットっていうのは、ジェネラルへの登録が完了すると、そのパッケージの情報、パッケージのリリース情報というものを自分のパッケージ側に勝手に更新してくれるみたいなことをやってくれます。ちょっと話は複雑なので、後で具体例で見ていこうと思います。で、最新リリース版のドキュメント等も、タグボットとか、レジストレータータグボットとかやっぱ生成されます。で、まあ、概念図としては、あなたがこうパッケージを開発者で、今、マイパッケージというのを開発しているとしますと。で、レジストレーターというものに、GitHub 上のコメントで、@JIRegistrator、レジスターというふうに指示をします。そうすると、
レジストレーターのボットなんですけど、これは勝手にプルリクエストをこうジェネラルのリポジトリに送って、で、ジェネラルにはそのあなたのパッケージのバージョンが、登録したいバージョンが追加されます。記録されます。これも自動化されています。で、そうすると今度はタグボットが、これはタグボットは GitHub アクションなんですけど、その情報を引っ張ってきて、そのタグのアップデートとリリースノートを勝手に書いてくれます。こんな感じですね。あるバージョン、タグがつきましたと。あるバージョンがリリースされてタグがついて、で、これでクローズされたイシューとか、マージされたプルリクスト、リストとかが勝手にこう生成されて、こう、リリースノート、簡単なリリースノートになってくれるということですね。なので、こう、開発者がやることは、のレジストレーターにレジスターしろっていう、こう、指令を1個出すだけで、あとはここからここまで全部一気呵成に自動で進みます。これ具体例なの、人のレポジトリから勝手に取ってきたんですが、こう今バージョンを上げ、ドキュメンターというパッケージのバージョンを上げて、まあ、0.27.12というものにしましたと。それで、こう、フェドリックっていう人が、こう、レジストレーターにレジスターしろっていう、こう、指示を出すと、レジストレーターが起動して、プルリクエストを投げると。レジストレーターに指示すると、勝手にレジストレーターがやってきて、ここにプルリクエストを投げましたっていうふうに表示されます。で、そのレジストレーターの方、プルリクエストのリンク先を見ると、こういうプルリクエスト、こう、ジェネラルの方に投げられているのがわかるんですが、これがもう勝手にマージされるようになっています。数十分とかでマージされます。で、そのタグボットが最終的にそのリリースノートみたいなのをここに書いてくれるようになっているということですね。これはタグボットが書いたものです。こんな感じの流れで、まあ、リリースの部分とタグ付け、リリースの書くとかそういったタグを作るとかそういうのも全部、自動化されるので、まあこれでハッピーになるっていう話です。まとめます。標準ライブラリの pkg.jl でパッケージ管理を管理しましょうっていうのは、まあ皆さん多分ジレンのパッケージを使ったことがある方はわかるかなというふうに思うんですが、まあ pkg.jl を使いましょう。で、パッケージのひな型作成には PKG テンプレートを使います。で、まあ、PKG テンプレートを使えば、いろいろこう、ここまで説明したいろいろなこうボットの設定だったりとか、こうソースコードの位置とかテストのなんかひな型とか、それで全部、めちゃめちゃぐちゃぐちゃしてるものを全部自動でやってくれるので、ひな型生成には PKG テンプレートを使うのがベストです。で、テストには、まあ、これはもう PKG テンプレートが勝手に生成するんですけども、テストには標準でテスト .jl を使うと。ドキュメントにはドキュメンター .jl を使うということになります。で、GitHub Actions を使ってテストの事項のドキュメント生成を自動化することができます。プッシュをするとか、リポジトリにプッシュするとか、あるいはプルリクエストを送るとか、そういったタイミングで勝手に GitHub Actions が走って、テストを実行してドキュメント生成してみたいな感じを、もうイベントドリブンなので、こっちから指示せずに勝手にやってくれます。で、レジストレーターとタグボットでリリース作業を自動化できて、レジストレーターにこういいタイミングでバージョンアップしたとかっていうことを指示して、登録してくれっていうふうにやると、レジストレーターがそのジェネラルレポジトリに勝手にプルリクエストを投げて、で、それがちゃんと更新されると、今度はタグボットが自分のレポジトリにタグ付けをしてリリースノートも書いてくれるということになります。全体としては、今日のお話は、こんなところです。まあ、補足もちょっと書いてあるので、もし、興味ある方は読んでください。以上になります。ありがとうございました。質問やコメントなどありましたらお願いします。見やすい、読みやすいんですけど、自分にいじることはほとんどないです。なるほど、わかりました。で、なんていう、パッケージじゃなくてデータ解析するために、なんかプロジェクトを使うと思うんですけど、その時も同じような、パッケージとともと、パッケージね、プロジェクトともってとか使いますか？そうです、そうです。プロジェクトを、なんか、パッケージを作るんじゃなくて、解析のタスク、おっしゃるように、解析のタスクをやると、プロジェクトを作るときも、全く同じように、プロジェクト .saml を作る、のファイルを作って、そこにこう、依存パッケージとかを入れてあげると、その解析プロジェクトで、その必要なパッケージ、依存パッケージとしてここに書かれているものが使えるようになります。全く同じでなるほす。ど。ああ。で、すみません。あともう一つあるんですよ。その場合は、そのデータ解析の、プロジェクトの場合は、
例えばいろんなあのコードでいろんな他の Julia のパッケージを使ってたら、そのパッケージマネージャーは自分の何をどれを使っているか感知してあのそれをなんていうあの管理しているわけですか、それともあの毎回このパッケージを使いたいのでコードで打ってもあのアードなんとかって打たなきゃいけないですか。ちょっとごめんなさい、質問の、すみませんあの、ね、意味があまりよく分からなかった、はい、あの例えばあるプロジェクトでいくつかのパッケージを使っているとするんじゃないですか、はい、で、まあ、あのコードを更新して一つは使わなくなりました、でその場合は、はい、あのトモも自動的にあもう使ってないからこれを消しますとかそういうことになりますか、それとも自分で、それは、はい、チェックはしてないですね。あ、なるほど。そう、あるパッケージを、うん、プロジェクトで使わなくなったら、まあ、RM、リムーブっていうコマンドがあって、例えばもうこのプロジェクトでディスタンシーズいらないよとなったら、これを実行してあげると、もう勝手に依存パッケージから消えて、今もうデプスがなくなるってことですね。今デプスがからディスタンシーズ今消したのでなくなりましたっていう感じで、はい、こんな感じで手動でいらないものはちゃんと自分で消してあげなきゃいけないんです。あ、なるほど。でもあの例えば他の方とその同じような解析でできるようになんかあの再現するためにはそのプロジェクトともを共有すればすぐに環境を再構築ができるわけですか、ね、そうなんですけど、プロジェクトトムルでもいいんですけど、もっといいのはこのマニフェストトムルというやつで、このマニフェストトムルの中身をちょっと見てみると、あ、今ほとんど空だな、ごめんなさい、このマニフェストトムルの方にはもっとこう細かいパッケージのバージョンとかが全部記録されていて、例えば今これ今プロジェクトトムルを見たんですけど、プロジェクトトムルの方はこうパッケージのバージョン、パッケージの名前ぐらいしか記録されてないんですけど、はい、マニフェストの方を見るともっと細かくどの情報をインストールする、どのパッケージのどのバージョンをインストールするっていうのが全部記録されているので、もしこう共同研究者の方とか他の人に同じ環境、同じパッケージを使ってほしい、全く同じバージョンのパッケージを使ってほしいっていうときは、プロジェクトトムルと一緒にマニフェストトムルも渡してあげて、この2つのファイルを使うと、こう、同じ環境、全く同じパッケージの環境を再現できます。うん、なるほど。そうですね。なんか、Julia は、なんか、もともとそういう、あの、機能が備えてるのは、あの、整ってるのはいいですね。あの、多分そうですね、まあ、さっきも言いましたけども、そうですね、Python とか他のやつ、R でもそうなんですけど、あのそれがまた別に付け加えられたものなので、ちょっと使い勝手良くない時もあるわけですね。そう思ってます。はい、本当に Julia は最初の Julia が 1.0 出る段階で、非常にパッケージに関してはいろいろな議論があって、まあ、こういう高機能なパッケージマネージャーが最終的についたっていうことになってます。あ、なるほど。ありがとうございました。はい、自動生成されたそのトムルのファイルを、ベースに他の人が全く同じ環境を作ろうってなったとき、どういうコマンドを打つんですかね。ああ、はい。例えば今、プロジェクトとマニフェストがあって、うん、このディレクトリをそのままごっそりどっかに持っていくですね、まずはこのプロジェクトを含むこの全部のソースコードとかも含めて、まあ、今この例では今パッケージの話をしていますけど、もちろんパッケージ以外でもよくて、解析ソースコードとかいろいろデータとか入ったディレクトリを持っていって、で Julia を起動してインスタンシエイトの今インスタンシエイト、ここにインスタンシエイトっていうコマンドは用意されているんですけど、あ、ごめんなさい、これかインスタンシエイトっていうのがあって、そのインスタンシエイトはこう基本的にあのそのパッケージ、ごめんなさい、ちょっと最初から始めますね。そのパッケージ自体というものは、パッケージの依存パッケージとかのパッケージのソースコードというものは、このディレクトリに入っているんじゃなくて、もっと別のユーザー環境の共有されているところにインストールされているので、で他の人のところにそのこのディレクトリ、このプロジェクトのディレクトリだけ持ってっても、もちろんその必要なパッケージのソースコードはまだないんですね。ただ、インスタンシエイト実行してあげると、それら、そのマニフェストとかからこう情報を引っ張ってきて、そのバージョンの必要なものをこう全部インストールしてくれるっていうふうになるので、
まあ、実際こう、ほぼ完璧、まあ、完璧と言ってもいいぐらいに、こう、同じ環境が、同じバージョンが再現できるということになっています。ジュリアのパッケージに関しては同じものがあります。ただ、なんか、そのジュリアのパッケージが別の、例えば Python のパッケージに依存しているとか、そうなるとちょっとそこまではいけないんですけど、ジュリアに関しては全く同じバージョンのパッケージが入ります。なるほど。ありがとうございます。なので、その、そうですね。プロジェクトとマニフェストだけが、まあ、基本的にその環境を再現するのに必要な情報で、それさえあれば、OK ってことです。Webで、パッケージモードとか、シェルモードとかいっぱいショートカットがあると思うんですけど、はい。全体的にどのくらいそういうショートカットみたいなのがあるんですか？ああ。どのくらい覚えればいいですかね。基本的に使うのは、まあ、普通のジュリアモードで、ジュリアで起動すると最初にジュリアモードがあって、で、閉じ括弧を押すとパッケージモードがあって、これで2つ目ですよね。で、ハテナを押すとヘルプモードがあって、で、まあ、関数の使い方が調べられる。これで3つあって、で、セミコロンを押すとシェルモードになって、シェルのコマンドを実行できる。これで4つ、はい、が基本で、他になんかこう、リバースサーチモードとかあったりして、なんか、例えば、な感じでこう、なんか過去に調べたものからプレフィックスでサーチするみたいなこともできるものがあったり、プレフィックスじゃないか、パターンマッチか。それはボタンとしてはどう打つんですか？コントロール R ですかね。コントロール R。コントロール R を押すとこうになって、なんか過去の履歴から検索して取ってくることができるっていうのがあります。うん、それがぐらいですかね。ベースにあるのは。だから、何個だ？ジュリア、パッケージ、ヘルプ、シェル、リバースサーチ、5個ですかね。まあ、ぐらいが、ジュリアの標準になるのはそれだけっていう感じです。ミュートしかなければ。で、外部パッケージとしてないこともないのは、例えば、rcall.jl とか使うと、まあ、レプルが R になるっていうのがあって、なんかどっかに例があるかわかんないですけど、なんか、何のキーだったかな。ダラーかな。ダラーかなんかを押すと、レプルが変わって、R のコードが打てるようになるっていう、まか不思議なものがあって、それがサードパッケージとしてありますけど、まあ、これはサードパッケージなんで別に必須っていうわけではない。ね、結構いいタイミングで本で出せた感じですね。まあそうですね。まあ 1.0 を待ってたっていうのもあるんですけど、うん。結構古い本もジュディアあると思うんですけど、はい、結構もう内容が古くなっちゃって、読まない方が、はい、いい場合もあると思うんですけど。はい、じゃあ、結構基本的な部分、その本で習得すれば、そうですね。できそうですね。基本的なことは全然変わってなくて、まあ、今の目で見れば、もうちょっと別のツール使った方がいいかなっていうのもあるかな。いや、今のところないですか。かなりベーシックなことしか話が書いてないので。これで、そうですね、ツールの選択とかも今ね、今こうも古くてダメだなみたいなのは全然ないかなというふうに思います。はい。そんなところです。そうですね、パッケージ生成の話をちょっと、まあ、本で書いたんですけど、これでは、ここではまあ PKG テンプレート使ってないので、そこぐらいですかね。ああ。でも今日の、トークは。そうですね。交換する感じで内容になってるかなというふうに思います。僕もそれ読んですごい分かりやすかったんですけど。ありがとうございます。とはいえ、そのジュディアの、達人のコードを読むと、なんていうんですかね。より短く抽象的にみんな書くじゃないですか。
まあ、はいはいはい。なんかその一から始めるの本とそのレベルとの間に結構隔たりがあるような感じもしてるんですけど、その次のレベルにまで行くにはどういうことを 次のレベルですか。もうパッケージ開発者になって、こう、みんなからいろいろ言われて、鍛えられて、そういうふうになってくるのか。そうですね。人からのフィードバックっていうのはやっぱり重要かなというふうに思っていて、そんな書き方できるんだとか、まあ、ジュリアさん始めた頃とかは結構、これってこれでいいんだみたいな、なんか書き方っていろいろあって、で、なんか、そういうの指摘されてくると、だんだんもしかしたらこういうのがあるかもしれないのを自分で分かるようになってきて、自分でチェックできるようになってくるんですけど、まあ、なんかこう、ジュリアに習熟していくには、やっぱりオープンソース活動に積極的に参加して、こう、ジュリアの本体もそうですけど、ジュリアの本体にこう、パッチを投げてみるとか、実際ソースコードいじってみると、こう、ちょっとした変更ですごい壊れたりするのに。ですけど、それからこう学ぶことは結構多くて、これダメなんだ、みたいなのは。このコード無駄じゃねえと思って消すと全然動かなくなったり、この書き方はこの書き方に変えた方がいいんじゃねえとかと思って変えるとまた動かなくなったり、そういうところから結構学ぶことって多くて、なんか実際の生の動いてるコードを、結構ハイレベルな人が書いた動いてるコードをこう、ちょっといじってみると、あ、これで、この書き方がベストなんだとか、この書き方でいいんだみたいなのが結構学べるかなというふうには思っていて、で、それのためにはやっぱりオープンソースのソフトウェアパッケージとか、ジュリア本体とかにコードを書いて送ってみて、で、フィードバックもらうみたいな。まあ、もちろん、こう、向こうも、まあ、教えて、なんかただで教えてくれるわけ、教え、ただでっていうか、なんかこう、教えてもらうという態度であんまり行くとダメで、こう、俺のコードは好きだみたいな感じで持っていかないとダメで。そうすると、こう、お互い、こう、いろいろ得るものがあるかなと思って、向こうも新しい機能が得られれば嬉しいかもしれないし、で、こっちもなんかフィードバックが得られれば、あ、これは良くないんだなとか、あ、こっちの方がいいんだなとかっていうことが、お互いウィンウィンというか、お互い得るものがあるかなと思うんで、それなりに頑張って、ソースコードをいじってみるといいかなというふうには思います。あと、なんか達人の人のコードは速いっすよね。計算速度が。ああ、そうですね。なんか初心者が書いても、まあ、それなりに速いとは思うんですけど、なんか結構達人の人がそれに手を加えて、簡単に10倍速くなったりとかいう話も、僕は気がするんですけど、なんか、そうですね。ちょっと質問しすぎな感じなんですけど、いえいえ、大なん丈か夫でジュす。リアのコードをいかに早くするかみたいなティップス集みたいなのがあれば、なんか、まあ、次回でもいいので、なんか、また今度トークとかで紹介していただきたいなと思いました。そうですね。ちょっと、パッとここで答えるには結構な、いろいろ話があるかなっていう気がかなしります。広い範囲の話でなと思うんで。わかりましまあ、た。なんかここを押さえておくと結構コードは速くなるみたいな話がジュリアは結構あると思うんですけど、まあ多分言語が自動的に速くするにしてもそういう話はやっぱり意識しないといけないんですよね。そうですね。まあ、ジュリアのいいところは、こう、これも遅いなみたいなコードでもちゃんと動くっていう。まず動かすのが一番、やっぱりプログラミングで一番重要なので、まず動く段階に至るまでが結構スッといくので、そこが非常に気持ちよくて、そこからあとはまあ、あと早くしていけばいいみたいな感じになるんですけど、そうですね。何の話をしてたんだっけ。まあなんそういうこかとでこうす。いう、なんか細かい気をつける点も言語側で全部サポートしてくれたりしないかなとか一時期思ったんですけど。ああ、まあ、今後、どんどんこう、今、ジュリアのコンパイラー非常に賢くなっていって、今、こう、日本人の門脇さんっていう人が、ジュリアラボというところに入って、コンパイラーにかなり手を入れているんですけど、
それが結構今後のジュリア1.8、1.9とかで入ってくるはずなので、そうすると、こう、今まで遅かった、このコード書き方が良くないよねっていう、バッドプラクティスみたいなのが、その新しい変更で、こう、なくなるとか、あるいは、今までこう、どうしようもなく、これぐらいの速度が、時間かかったよね、みたいなコードも、今こう、結構、ケナフィッシャーって人が結構手を入れてて、かなり速くなったりするので、まあ、待ってるだけでも結構速くなる、そのジュリアの嬉しいところですかね。まあ、C とか C++ とかで、もうもちろん早いんですけど、待ってても多分早くならなくて まあ、Python とか R とかもそうですけど、ジュリアのいいところは、まあ、ほっといても早くなる。バージョン0.1上がるとなんか5%早くなるとかね、普通にありますし、まあ、もちろんこういろいろテクニックを知っていれば、なんとか、もっとそのギャップを埋めることもできるんですけど、はい。